堀達夫12月28日から1953年5月28日は日本の小説家。それまで私、小説的となっていた日本の小説の流れの中に、意識的にフィクションによる作り物としてのロマンという文学形式を確立しようとした。フランス文学の心理主義を積極的に取り入れ、日本の古典や王朝女流文学にも新しい生命を見出し、 それらを融合させることによって、独自の文学世界を創造した。背結核を病み、軽井沢に療養することもたびたびあり、そこを舞台にした作品を多く残した。戦時下の不安な時代に、自流に安易に迎合しない堀の作風は、後進の世代の立原道蔵、中村新一郎、福永武彦、丸岡明などから支持され、彼らは、堀の弟子のような存在として知られている。 戦争末期からは、結核の症状が悪化し、戦後はほとんど作品の発表もできず、闘病生活を送り48歳で死去した。1904年12月28日、東京府東京市工事町区工事町平川町五丁目二番地にて、出生。ジップ、堀浜之助は、広島藩の氏族で、維新後状況を、東京地方裁判所の監督書記を務めていた。母、 西村式は東京の町屋の娘。辰夫という名前は辰年生まれにちなんで命名された。浜之助には国元の広島に妻、甲がいたが病身で子がなく、辰夫は堀家の着難として届けられ、母、式も堀家で同居する。1906年、精妻、甲が上京することになったため、産んだ子を手放したくない四は2歳の辰夫を連れて、 堀木を家出し、本属向島小梅町の妹夫婦の家へ移る。それからほどなくジップ、浜之助は脳をわずらった。1908年、達夫4歳の時、母、四季は向島須崎町の長勤氏上城松吉に嫁いだ。達夫の母も養父も、江戸っ子肌のさっぱりした気象であったため、このことで一度も悶弱することもなく、誰の目にも、 本当の親子と見られ、達夫も、養父、松吉のことを、実の父親と信じ、父が死ぬ日まで、それを疑ったことがなかった。なお、実分の堀浜之助は、1910年4月に死去した。その妻、公務1914年に死去し、以後、浜之助の運休は達夫が、青年に達するまで受給されることになった。母、四季はこのお金を達夫の学費として蓄えた。 1917年3月に、牛島小学校卒業後、東京府第三中学校へ進み、4年終了で、1921年4月に、第一高等学校理科をつるへ入学。初めて親元を離れて寄宿舎へ入った。人材清と知り合い、中世の友人となる。中学時代、数学が好きで未来の数学者を夢見ていた達夫を、文学の方へ手引きし、目覚めさせたのも、 人材であった。また、同期には、小林秀夫、深田久や、笠原健次郎らがいた。入学の夏には、かねてから近所で親しくしていた、国文学者の内海孝三一家が、避暑地として滞在している、千葉県君津郡竹岡村を訪ねた。この夏の体験から、後に、甘栗、麦わら帽子が生み出される。この年の11月に、人材の雑誌、早急に、 清く、寂しくを発表した。高校在学中の1923年1月に、人材清から教えられて、萩原作太郎の第二詩集、青猫を単独し、死の魅力を知る。5月には山中の校長の広瀬武氏から室う、再生を紹介され、8月に室う,うと共に初めて、軽井沢へ行く。しかし9月1日の関東大震災で隅田川に、避難し、 達夫は九死に一生を得たものの、母親は水死。50歳であった。達夫は避難先の南葛飾区に四次村に養父と、家具。10月、離災後、室儀が故郷の金沢へ引き上げる直前に、芥川龍之介を紹介された。震災で隅田川を泳ぎ、母を数日間探し回った達夫は、体の疲労と母の死のショックの影響で、冬には、 六幕円にかかり休学。この運命的な波乱の年の一連の経験が、その後の堀達夫の文学を形作った。1924年4月に、本庶向島高梅町2-1の焼け跡に家を建てて、養父と共に移る。7月、達夫は、金沢の室生を訪ねた人に、軽井沢の芥川のところへより、芥川の恋人である、片山博子や、その娘、 ふさ子と知り合い、ふさ子に恋心を抱く。達夫はこの年、一高王の、こういう会雑誌にエッセイ、快適主義やしを投稿しているが、そこには、前年の苦しい体験を、快適なものに逆転させようとする意思が垣間見られる。1925年4月に、東京帝国大学文学部国文化に入学。室臼再生宅で、 中野重春や久保川鶴次郎たちと知り合う傍ら、小林秀夫や長井達夫らの同人誌、山眉に天栗を発表する。中野や久保川らと、駒込新名町道坂のカフェ、高緑に集まり、当時助給をしていた、沙汰猫ともこの頃知り合う。また、7月から9月上旬まで軽井沢に部屋を借り、芥川龍之介に随伴し峠や古い駅などを見て回った。 この夏には、スタンダールやアンドレジットなどの作品を多く読んだ。1926年4月に、中野役母家は、平木二26、西沢雄二、宮城菊らと同人し、ロバを創刊。芸術派とプロレタリア文学派という戦前、昭和時代の文学を代表する流れとのつながりを持った。堀の作品が持つ独特の雰囲気は、 これらの導入の影響によるところもあり、水族館などモダニズムの影響を色濃く持った作品もある。9月に、神在清吉村哲太郎、青木寿村と導入し、放棄を創刊し、その後、山眉と放流。1927年2月、ラデゲなどの影響を受け、片山ふ子をモデルにした、初女作、ルーベンスの偽画の諸行を導入し、 山眉に発表。7月24日には、芥川龍之介が自殺し、大きなショックを受ける。絶望的な精神状態のまま、9月に、芥川の甥い、くずまきよしとしと共に、芥川龍之介全集の返産に従事する。1928年1月、心身の疲労がたたり、風から再び重い六幕炎を患い死に瀕する。4月まで大学を休学し、 湯河原で西洋し、8月末から10日ほど軽井沢へ行く。1929年1月に、ルーベンスの偽画の開講を創作月間に発表した後、2月に国糖の大小開きの影響を受けた不器用な天使を雑誌文芸春秋に発表。3月の卒業論文は、芥川龍之介論だった。4月に翻訳の国糖賞を刊行した。 10月に犬飼兼、川端康成、横光リーチらと同任し、文学を創刊。1930年5月に、ルーベンスの偽画の完成校を作品創刊号に発表後、7月に初めての作品集、不器用な天使を刊行。この頃、川端康成と一緒に浅草のカジノホーリーに見物に行ったりし、川端と信仰を持つようになった。7 8月と二度カルイザーに滞在し、11月に芥川の死をモチーフに、この頃の新編体験を描いた、性家族を雑誌、改造に発表し、分断で高い評価を受けた。脱稿後の秋に拡結し、自宅療養中の描画で、マルセル・プルーストの失われた時を求めてを読み始める。プルースト体験の影響は、この時期に書かれた本書やその後発表される、 花を持てる女や幼年時代などに子供時代への素行が現れ震災で失った母への鎮魂や人生の切実な問題として母の不在に対する嘆きがある。堀の病状は好転せず1931年4月から3ヶ月間長野県の富士見高原療養所へ現地療養。8月中旬から10月上旬まで軽井沢に滞在し、 回復期を書いて12月に改造に発表。帰郷後も絶対安静となる。このように病に伏せることが多かった堀が、プルースとジェームズ・ジョイスなど、当時のヨーロッパの先端的な文学に触れていったことも作品を深めていくのに役立った。1932年1月に、もゆる法を雑誌文芸春秋に発表後、7月末から9月初めまで。 軽井沢に滞在。8月にプルースト雑記を新調や作品に、9月には麦わら帽子を日本国民に発表。だがその作品も本格的なロマンには発展しなかった。12月末に神戸に行く。1933年に機関雑誌、四季を創刊。片山房子との別離や心身の疲労を癒すため、 6月初めから9月まで、軽井沢の鶴屋旅館に滞在し、作品執筆に入る。その村で7月に油絵を描く少女、矢野綾子と知り合う。この時期の軽井沢での体験を書いた、中編小説、美しい村の夏の章で、綾子との出会いが描かれ、これまでの様々な人との別れの悲劇を乗り切る。この作品は、 生家族以後の堀の人生の要約として読むことができる。この年の秋、一高生の立原道蔵が向島の堀宅を訪問し、立原と知り合う。立原と堀は似通った境遇や環境で育っていた。1934年5月、リュキのマルテの手記などを読み始め、リルケイやモーリアックの作品に親しみ出す。9月、北多摩郡絹田村大技。 牧野市政城在住の綾子と婚約する。モーリアック体験を経て、10月に、長野県北作郡西長倉村、大技をい分けの油屋旅館で、物語の女をかき上げ、続編の構想もネルが停滞する。綾子も、また肺を病んでいたために、翌年1935年7月に、八ヶ岳山麓の富士見高原療養所に二人で、 入院するが、病状が悪化した親子は12月6日に死去。この体験が、堀の代表作として知られる、風立ちぬの題材となり、1936年から1937年にわたって執筆された。この、風立ちぬでは、ポール・バレリーの海辺の墓地を引用している。1937年の春を迎え、張り詰めていた気持ちが緩み、 何か意志しれぬ空虚に襲われた堀は、それから脱するために、ひたすら日本の美しさに心を向け出し、少年時代に愛読していた、サラシナ日記や、伊勢物語、リルケ体験から結びついた、王朝文学へ傾倒する。6月に初めて京都へ旅行。11月に堀は、前年に、室生再生宅で知り合った、折口忍から、日本の古典文学の手ほどきを受け、 王朝文学に題材を得た、影露フの日記を、追い分けの油屋旅館で書き上げた。その原稿郵送のための軽井沢移動中に、旅館が全焼したために、年末、軽井沢の川端や砂利の別荘を借り、風立ちぬの終章、死の影の谷も書き上げた。1938年2月に、向島の自宅で滑血し、神奈川県鎌倉郡鎌倉町のぬかた病院に、 入院後、前年6月に、追い分けで知り合った、加藤太と、室生夫妻の売借により4月に結婚。軽井沢に別荘を借りて新居にする。5月に、向島に住む養父松吉が倒れ、夫婦で看病し、一旦証拠を得るが、松吉は12月15日に死去。1939年2月に、影ロ夫の日記の続編、ホトトギスを、 文芸春秋に発表。3月29日に立原道蔵が結核のため中野区江ご田の療養所で死去。24歳だった。堀は立原を弟のように思っており、立原も堀を兄のように思い、慕っていた。5月に人材清と奈良へ旅行。1940年6月に魂を沈める歌を発表。この作品は、 万葉集などから、リルケの土井ノの日課にも結びつけられ、人々の魂の声案をもたらす。何か、レクイエム的な、心に染み入るようなものが、一切の良き文学の底には源としてあるべきだという、信念の下で執筆され、堀の内部で、折口忍とリルケとが重ね合わされている。1941年1月、初のロマンとなる、ナオコを、中央公論に発表。 既婚女性の家庭の中での自立を描く作品にも才能を発揮し、物語の女の続編の構想は7年ぶりに結実した。長編、直子は第一回中央公論者文芸賞を受賞した。登場人物、都築明のモデルは立原道蔵も重ねられている。10月に山和へ旅行。故事を見て回り、天平時代の小説の構想を練るが成功せず、 荒野の構想へ適境し、12月に再放。倉敷の大原美術館へも行き、グレコの受胎告知を見て、月末に荒野を改造に発表する。1942年8月に随筆、花を持てる女を文学界に発表。なおこの前編でもある、ニレの家、カゲロフの日記、ホトトギス。 荒野などの王朝女流風小説は、リルケの恋する女たちの永遠の姿を追求したものと、織口学の深い影響が読み取れる。1943年1月に、ナ子の構想の一部であった、ふるさと人を慎重に発表。登場人物に泣き母のイメージを重ね、東京の下町ではなく、島の多いわけを、ふるさとにしようという思考が現れている。一方、 8月まで雑誌、婦人公論に、それまで6回訪れた大和旅行を随筆的に、まとめた、大和寺、品野郎を連載し、大和への死亡を綴る。この大和への関心にも、折口忍の影響が顕著に見受けられ、日本に仏教がトライしてきて、その新しい宗教に次第に追いやられながら、遠い中野は、ウヘトルローの旅を続け出す。 古代の小さな神々のわびしい後ろ姿を一つの物語に描いてみたいという小説の抱負も語っているが、これは実現しなかった。1944年1月に儒家を文芸に発表。下旬に森達郎と疎開先の家を探しに追い分けへ行く。帰郷後に拡血し、絶対安静の状態が続き、9月に追い分けに借りた家へ移る。 1945年、療養に専念しながら、日本の古典への関心を示し、新たな小説の創作意欲を持つ。1946年3月に、雪の上の足跡を慎重に発表。それ以降は、描画生活に入る。ふるさと人を発展させたものを描きたいという抱負を持っていたが、果たせないままとなった。 1947年2月に一時中得状態となる。1949年、川端康成や人材清の配慮で旧作が再刊される。1950年、次戦の堀達夫作品集が第4回毎日、出版文化賞を受賞。1951年7月に追い分けの新居に移る。1953年5月、病状が悪化し、 新居の書庫の完成を見ないまま、28日午前1時40分に、妻、タイに見取られ死去した。48歳を打つ。30日に、追い分けの自宅で仮装し、6月3日に、東京都港区芝公園の増上寺で、川端を葬儀委員長として、告別式が執行された。 翌々年の1955年5月28日に、玉霊園に墓碑が建てられ、納骨された。堀達夫前週は、友人の人材清や弟子たちの尽力で1954年3月から1957年5月に、かけて新庁舎より、全7巻が刊行された。審判は1964年に出された。人材没後は、 川端康成の尽力で、角川書店より、書簡を大幅に加えた全十巻が1963年10月から1966年5月にかけて刊行された。次に、筑麻書房より新たな書簡資料を発掘し厳密な工程を加え出された全十一冊が1977年5月から1980年10月にかけて刊行された。 この前週は1996年から1997年にかけて再刊された。妻の太も、堀太鼓の名前で夫に関する随筆を多く書き、2010年4月16日に96歳で死去した、堀達夫文学記念館。ありがとうございます。